皆さん、いかがお過ごしですか？福岡市がお送りする心のオルゴールの時間です。今日は私、立川尚志がお届けします。今日のタイトルは、夫婦でブラック差別を伝えるです。ブラック差別を乗り越え、16年前に結婚した滋賀県の石井さんご夫婦にお話を伺いました。私は学生時代、部落出身の女性と付き合ったことがあります。当時、親から怖い地域の子だからやめときと言われました。差別するのは間違ってると反発したものの、信頼する親の言葉に影響され、悪い地域なのかなと疑ってしまう自分もいました。その後に妻と縁があり、童話問題をちゃんと知りたいと思うようになりました。部落で生まれ育った妻の千秋さん、差別を受けた経験や夫の増美さんとの出会いを語ってくれました。中学1年生の夏休み、友達の家に行った時のことです。友達のお母さんが、あの子と遊んだらあかんというのが聞こえ、すごくショックでした。それ以来気まずくなり、もう友達はいらないと思いました。ところが卒業の直前、その子から声をかけられたんです。あの時はごめん、人権学習を受けて自分でいろいろ考えた、ブラック差別で友達を辞めるっていうのは違う。彼女も悩んだことを知り、また人を信じられるようになりました。しかし、高校時代に彼氏の親から、付き合うのはいいけど結婚は反対すると言われ、再び差別の現実に直面しました。その後、増美さんと出会い、彼は差別はおかしいとはっきり言ってくれたので、初めて一緒に乗り越えていける気がしました。私は童話問題を理解するために部落のことを学んだり、部落の人たちと交流したりしていました。結婚は親の反対を覚悟し、時間をかけて説得するつもりでした。ところが、幸せになりなさいとすんなり認めてくれたんです。以前と違う態度にびっくりしましたが、学生時代に悩む自分を見ていた両親は、親しいお寺の住職に相談し、人権について学んでいたことを知りました。結婚後は、以前の自分たちは間違っていたと涙を流して妻に話してくれました。こんな高齢になっても正しいことを学ぼうとする姿に心打たれ、誇りに思いました。石井さんご夫婦は今も全国各地で講演を行い、自分たちの経験を通して正しい知識を学ぶ大切さを伝えています。